よ、明日が入院の日です。今日は明日の遠足に向けて準備をしたいと思います。遠足じゃない、遠足みたいなあれじゃない、ね、残念ながら おやつがない。お泊まり保育、おやつ買ったよ。これもあるよ、うん。まずは入院申込書、これはここの中に用意してある。で、同意書とかも入れてある。で、印鑑は一応こっちに入ってる。診察券は財布のセットのところに入ってて、保険証もそっちに入ってる。で、一応職場で2週間休み取るうちの4日目以降は傷病手当で申請する予定なんで、除霊のため傷病手当の申請書をちょっと病院出そうと思って印刷して、書類系がこっちに全部あります。で、次入院で使う持ち物が、まずは洗面用具、歯磨きセット。本当は電動の歯ブラシがいいんだけど、しょうがないよね。石鹸、牛乳石鹸、最近使ってみて。牛乳石鹸、タオル3枚、バスタオル1枚ってあるけど、僕にはバスタオルを使ってないんで、普通のタオルを4枚持っていきます。湯飲み茶碗、病院のお茶は飲む予定がないので飲まないので持っていきません。で、お箸、スプーン、コップ、スプーンとフォークは別になくても問題がないと友達だったので、今後も使えるタイプで、個包装の割り箸を100均で買いました。コップは毎日お家から水筒を持ってきてもらうのと、腸内のため500ミリのペットボトルを3本予備で持っていきます。下着3枚、腸内のためパンツ5枚、次用事おむつ見せる、あ見せる、おむつ3枚持ってきてっちゃったから、一応念のため、手術前のカテーテルやってる時かなと、術後カテーテルがまだ外せてない時とか、カテーテル外せたらおむつはいらなくなる。運が良ければ術後の深夜0時を回れば外せる。友達はだから1日だけしかカテーテルやってなくて、あ、でも自分の場合な、手術が長いからどんなかな、午前中とかで終わる。友達は1回ずつやってるから、午前中1例目でやってて、で、術後終わって、この深夜0時が一応回ればいいみたい、大丈夫だったらね。自分のはちょっと時間が長いから外してもらえるか分かんないけど、まあ1日目か2日ぐらい目だけど、バンバンしつけます。で、ティッシュペーパーあんまり使わないと思うけど、まあ一応、うん、で、室内履きは洗ってます。息用具はちょカバンにいつも入ってるから、ビニール袋はこれでいいの？洗濯物とかの、うん、ゴミ？洗濯物、濡れたタオルとか、そうそうそう、シャンプー、これでも多分余るけど、とりあえずいっぱい入れてみたんで。で、リンスはたまにしか使わないんで今回持ってきません。で、書いてないけど一応化粧水、冬乾燥してかゆいので、あとオイル、無印さんのオイル、この2つは冬は必需品です。で、入れ歯のある方、うん、自分入れ歯じゃないんで大丈夫です。冬はなぜかお腹が痒くなるのでやってます。除湿じゃないようにしてもらった予定なんで、ちょイヤホン、これでネットフリックスとフード見まくります。ね、おやつ、マジ遠足かって話だよね。おやつおかしくない病院のご飯が絶対食べれなさそうだから、腸は着脱しやすそうな袖口が大きく開いてるタイプのものを2つ今回退院後着るかわからないけど、でも涙つないからね、着る機会は出てくるかもしれない。でかすぎると思うけど、でかすぎるかもしれんけど、うん、あの家で着るとか。第3枚と15枚ってあるけど、見せる、涙の彼女のナプキンを、なんで見せる、そう見せないけどさ、拝借しまして、ただ何が材で何が中かわからんから、全部同じサイズで8枚を用意しました、うん。友達が前回汗拭きシート持った方が良いって言ったんで、一応僕らのこれは必要だと思って、手術後胸だけの時は2日ぐらいして下半身のお風呂がオッケーになって、内的の時はもうすぐお風呂オッケーになったって言ったんだけど、今日ジョネルコーラックみたいな下剤飲むんですけど、明日液体の下剤2時間で2リットル飲むという下剤の、お尻がかわいそうだから今まで使ったこともないお尻セレブという、鼻セレブだけでも感動してるのに、お尻セレブなんてもうどうなんだろうと思うぐらい楽しみなティッシュを4ロール入り、優しそうなマスク。今回入院する病院が新型コロナウイルスの指定感染対象の沖縄県6つの拠点のうちの1つになってるんで、会社で使ってた消毒のマスク、これだけ持っていこうかな、多分剃らないと思うけど、一応ヒゲ剃り、タオル、タオル、バストバンド、これは友人から譲り受けたバストバンドなんですけど、もしかしたらこれ M サイズなんですけど S サイズかもしれないって言われて、自分の部屋なのに似てるやしと思ったけどさ、カメラはちょここにワイヤーないしさ、ちょっとバストバンドってやつ、ちょ売店で売ってるって、
自分のこの体格だったら S サイズだはずってしたわけ。試しに持って行って術後当日とかはやらないはずって、確か次の日か次の次の日ぐらいにやるかもしれないけど、もしサイズが合わなければ買う。あとはなんか友達から残ったガーゼとか、あとテープと軟膏一応持って一緒に持っていきます。ミニマリストみたいじゃない？なんかよくサムネイルであるのこれ家にこんだけみたいな何もないです。唯一はこの2つ、ね、これだけ。とりあえず1週間予定ね、あっち全部のやつ。こっち失敗したけど消化のいい夕飯。なんか食物繊維があるのは良くないって書いてあるけど、分からん、ググってごらん。荷物がいっぱいってアホみたいな、ね、遠足ですか。